誰も助けてくれない中、被害者が心の奥で望むことはただ一つ、加害者への復讐だけ。君たちがいない間に東京でも新たな異変が発生したのだ。人知を超えた犯罪だ。君たちにも調査を頼めないだろうか。どうやら東京と魔界を行き来している様子。まだわからないことだらけだ。この地はあまりにも危険が多い。危ない。一体君は。そんなことより構えて。見つけたぞ、復活の鍵を。真に正しき世界とはいかにあるべきか、お前はそれを知らねばならぬ。相手は悪魔だと。ヒーローにでもなったつもりか。どうしてこんなことをするのか。決まっているだろう。なすべきことをなし、なるべきものとなれ。あなたさえいなければお兄ちゃんがこんな争いに巻き込まれることはなかった。復讐したいなら私も手伝う。どんなことだってするよ。こうして世界は二つに分断された。忘れるな、お前が受けた世界からの仕打ち。皆さん、こんにちは。本番組では新女神転生5ヴェンジェンスの情報をお届けいたします。新女神転生はダークな世界観とアナーキーなシナリオ、悪魔や神々を仲間にして戦うといったオリジナリティあふれるシステムで、ペルソナシリーズやデビルサマナーシリーズを生み出すきっかけとなった作品でもあります。そして前作「新女神転生5」は任天堂スイッチで発売されました。主人公は上院学園に通う高校3年生。平和な日々を過ごしていたが、ある日トンネルの崩落事故をきっかけに悪魔が跋扈する砂漠と化した東京ダートに迷い込んでしまいます。謎の男青神と合一し、近畿の存在ナホビノとなった主人公は、世界の未来をかけた神と悪魔たちの戦いに身を投じることになるというストーリーです。シリーズ最新作となる新女神転生5ヴェンジェンスでは、この新女神転生5のストーリーを丸ごと楽しめることに加え、前作では語られなかった新たなルートを追加。またシステム面を全面的にブラッシュアップ、新要素も加え、よりスムーズに、そしてよりディープな悪魔体験をお届けいたします。新女神転生5ヴェンジェンスで楽しめる2つのルートについて説明しましょう。ヴェンジェンスではゲームスタート直後に選択を迫られます。片方は新女神転生5で語られたストーリー、創世の女神編、そして新ルート復讐の女神編は新女神転生5のシナリオを踏襲しつつ、中盤以降が大きく変化。2つのルートで最終的に全く異なる結末を用意しました。復讐の女神編では4体のジョマ・カディシュトゥが主人公の前に現れます。リリスはカディシュトゥのリーダー。とある目的があるようですが、
本作のデザイナー土井正幸による新規デザインにも注目です。そしてもう一人、ダートをさまよう主人公は陽子と名乗る少女と出会い、行動を共にします。人間を襲い混沌の世界を作らんとする悪魔たち、そして神の秩序を守らんとする天使の組織ベテル、対立するこれらの争いに巻き込まれた主人公はダートを探索中ヒロミネ陽子と出会い、行動を共にすることに。復讐の女神たちカディシュトゥ、そしてヒロミネ陽子、新ルートではどのようなストーリーが展開するのでしょうか。新女神転生5ベンジェンスのゲームシステムについて説明しましょう。まずは本作の舞台となる荒廃したもう一つの東京、ダート。ダートにはさまざまな悪魔が跋扈しており、プレイヤーの行く手を塞ぎます。そして本作では新ダートや新ダンジョンの追加、その他遊びを拡大する新要素をダート探索に盛り込みました。さらに新規クエストも大量に追加し、攻略の幅が広がるようにしています。より自由性が上がり濃厚になったダート探索をお楽しみに。バトルシステムはシリーズでおなじみのプレスターンバトルを採用しています。プレスターンバトルは基本的にターン制のバトルです。敵の弱点を突くことで味方の行動回数が増え、有利に戦うことができるのが特徴です。弱点を意識して戦いを進めることが重要になります。さらに本作では悪魔たちの個性をより輝かせるために、全ての仲間にユニークスキルを実装しました。そしてこの他にも戦略性の増す追加要素も用意しました。こちらについては続報をお待ちください。追加要素により全ての悪魔が存分に活躍できるようにしました。今まで使っていなかった仲間たちもぜひパーティーに入れてみてください。新女神転生シリーズの特徴ともいえる悪魔、今回は悪魔についても掘り下げてご紹介します。ダートを闊歩する悪魔たち、襲いかかってくる悪魔も会話をすることで味方の悪魔、仲間にすることができます。悪魔はそれぞれ性格や好みが異なり、一筋縄ではいかない悪魔ばかりなので、いろいろと会話を楽しんでみてください。そして仲間になった悪魔同士を合体させて新たな仲間を生み出すことも。おっと、先ほど登場した悪魔は本作でシリーズ初の登場となったナホビホです。ナホビホ以外にも本作では40体以上の悪魔を新規収録しています。そして映像内で少しだけ映りましたが、本作では仲間たちと触れ合える新要素も追加しました。詳細は続報をお待ちください。その他にもやり込み要素の追加やプレイアビリティを高めるオートバトル機能の追加など、前作以上に魅力的で遊びやすい作品へと仕上げております。本作新女神転生5ベンジェンスは1ルートのプレイ時間が平均80時間、そして2ルート分なので計160時間と、よりパワーアップした悪魔体験をご用意していますので、お楽しみに。ここからは製品情報をお届けいたします。新女神転生5ベンジェンスはマルチプラットフォームで2024年6月14日発売。
本日より順次予約を開始します。予約の詳細に関しては各店舗へお問い合わせください。通常版に加えデジタルデラックスエディションを用意しております。デジタルデラックス版ではゲーム本編に加え有料の追加コンテンツもお得に入手いただけます。デジタルデラックス版にも同梱される新しい DLC をご紹介します。新女神転生4ファイナルで登場した悪魔ダグザと完全新規デザインの悪魔コノハナサクヤが登場する2つの DLC を販売予定。そして前作の有料 DLC ヒトシュラと9人の魔人、女神の修行、女王の教室、博士の最初で最後の願いの4つのクエストは全て初めから本編に含まれています。歯応えのあるバトルをお楽しみください。通常版デジタルデラックス版を予約購入いただくと予約特典として戦闘中に無限使用可能なアイテム、味方全体の HP を微回復する腹エドの霊玉と敵全体に万能の小ダメージを与える崩壊樹の2個セットを入手できます。前作「新女神転生5」のセーブデータをお持ちの方は最大3体までの悪魔のデータを今作の悪魔全書へ引き継ぐことができたり、クリアルートによって異なる便利なアイテムをゲットできるなどの前作プレイ特典もご用意しております。詳しくは公式サイトをご覧ください。さてここまで駆け足でお送りしてきましたがいかがだったでしょうか。続いてこの大ボリュームとなった本作を制作しているディレクターの小森重雄氏からのメッセージです。皆さんこんにちは。新女神転生5、新女神転生5ベンジェンスのディレクターの小森と言います。過去には新女神転生3ノクターンやノクターンマニアックスでイベントプランナーやシナリオライターとして携わったことがあります。その話をするためにはまず前作の話からになります。自分が新女神転生5に参加した時、新女神転生5の開発の中には様々なアイデアが溢れている状態でした。そのどれもが魅力的でメガテンらしいアイデアだったんですが、開発を進めていく中で全てを実装することはできませんでした。それは自分にとっても開発スタッフにとっても非常に残念なことで、その残念だという思いが今作の原動力となりました。本作で注目したアイデアは蛇神と牛神の関係になります。蛇は竜にも同一されるもので世界各地で崇められて信仰を集めています。蛇は地域によっては人々の信仰を集めているのですが、別の地域では討伐されるというような伝承も残しています。でその蛇を討伐するのが牛神と呼ばれる角を持つ神であるケースやその眷属であるケースがあることに気づきました。本作はその討伐するものと討伐されるもの、その関係図をアトラス独自に解釈して描くことがベンジェンスの骨子となりました。実は新女神転生5前作では牛神、角を持つ神の視点で世界を作るということに注目して作った作品でした。ですのでベンジェンスでは蛇神、虐げられた側の復讐譚という視点でお話を構成しております。先に話した通り自分は新女神転生5に携わる前に別のタイトルに携わっていました。ですので新女神転生シリーズに携わるとなった時に少し不安がありました。それはシリーズのファンが何を求めているのか、何を大切にしているかということに考える必要があったからです。
思いつくキーワードはいろいろとあったのですが、最終的に見出したものは悪魔というキーワードでした。新女神転生シリーズでは当たり前といえば当たり前のことなのですが、シリーズの真の主役といえる悪魔にとにかく注力しようと決めたのです。神話や伝承のイメージを大切に表現すること、クエストも悪魔の視点から見た物語を組み込むこと、そしてナビという、プレイヤーに沿って一緒に行動してくれること、そしてダート上で悪魔のさまざまなアクションを入れて動く姿を見せることといった風に、ゲームのプレイを通じて悪魔の存在感というものがとにかく感じられるように注力しました。そしてそれはベンジェンスというタイトルでも同じです。悪魔を増やし、クエストでも新しい要素を増やし、ナビを増やし、そして、まだちょっと詳細は語れないのですが、仲間と触れ合うという新しい遊びを組み込みましたので、悪魔好きな皆様には、きっと満足していただける作品になっていると思います。ここまで、見てくださった皆様の多くは前作を購入して楽しんでくださった方々が多いのではないかと思っております。本作は前作をプレイした方々にも楽しんでもらえるよう様々なアイデアを詰め込んでおりますのでご期待ください。そして前作を遊んでいないにもかかわらずこの番組を見てくださった方々、新女神転生5ベンジェンスは歯応えのある RPG として自信を持っておすすめできるタイトルになっておりますので、引き続き情報にご期待ください。本日はありがとうございました。本作はメガテンシリーズを遊んだことがない方はもちろん、前作を遊んだ方もお楽しみいただけるよう、紹介したもの以外にも細かい調整を行っております。ここからは申請した新女神転生5ベンジェンスでの調整箇所の一部をご覧ください。女神転生5ベンジェンススペシャルプログラムスポットライトは以上になります。本日お届けできなかった内容や詳しい情報は今後定期的にアトラス公式 YouTube にて発信を予定しています。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしく。